自宅で簡単にできる骨盤をね、細くする方法を今日はね、レクチャーしていこうと思っております。ある程度骨をギュッと自分に矯正できる方法が、ね、実はあるんですよ。徐々に締めていくだけです。このぐらいで実はね、女性らしい骨盤がね、出来上がりますので、ね、87です。合計 2.5 センチ落ちました。素晴らしい。はい、そこまは川島です。今回ですけども、骨盤痩せ、自宅で簡単にできる骨盤をね、細くする方法を今日はね、レクチャーしていこうと思っております。皆さん、骨盤が細くならないよと言ってね、まあ思ってる方もいらっしゃると思うんだけども、実はね、骨盤っていうのはちょっと開いて閉じたりします。例えば、お腹がね、こう大きくなってくると、どんどんお腹大きくなってきて、バーンって張っちゃって、こう骨盤がね、広がったりとか、例えば逆に細い人っていうのは骨盤ちっちゃいんですね。なので本当、体重とかお腹の膨らみによって結構ね、骨盤との左右差が出ます。で、そんなね、骨盤なんだけども、しっかりお腹の筋肉がしっかりグッと抑え込んでれば、骨盤っていうのはちゃんと締まってくれますので、まあ、そんなね、まあ、お腹の筋肉大事なんだけども、実はね、お腹の筋肉だけではなくて、ある程度骨をギュッと自分に矯正できる方法が実はあるんですよ。なので今回はそんなね、骨盤を自分でグッと締めるための方法をね、今日はレクチャーしていこうと思ってますので、多分ね、大体1センチぐらいは締まってきます。なのでぜひね、トライしてみてください。早速やっていく前に、まずね、メジャーで測ってみて、どのぐらいね、変化するかをね、一回チェックしていこうと思っておりますので、早速ね、やっていきましょう。ではいきます。はい、ではやっていきます。じゃあ測る場所は骨盤の腰骨、ね、腰骨の位置で測っていこうと思っております。まあ僕はね、多分そこまで広い方じゃないかと思うんだけども、骨盤の腰骨の位置ですね、この辺の位置で測っていきます。はい、今現在が 89.5 ですね。今現在 89.5 です。はい、こんな感じです。はい、でまず準備するものは、まずバスタオルを準備します。前回ね、お伝えした肋骨を締める方法で、ね、お伝えした方法と若干そっくりなんだけども、今回もね、バスタオルを準備していこうと思います。で、バスタオルを準備してもらったら、普通の市販のバスタオルですね、これをこうではなくて横にこう折ります。こんな感じで長めにこう準備してもらったら OK です。で、これを腰骨の位置で巻きます。こんな感じでこうぐるっと回してもらって、腰骨の位置ね、腰骨の位置で回してもらって、この状態でスタート。ここからあとは前回の肋骨と同じように締めていくだけです。このぐらいで実はね、どんどん矯正できていきます。ただし時間はね、90秒ぐらいいりますので、90秒間このね、この腸骨と言われる骨、この腸骨っていう骨盤の、ね、骨なんだけども、この腸骨って骨をぐーっと締めることによって、女性らしい骨盤がね、出来上がりますので、実際ね、早速締めてやっていきましょう。やり方は簡単で、単純にこのままグーッと横に締めていく、ギュッと締めていって、グッと締めていって、骨盤がギュッと締まるような感じですね。グーッと締めていく。で、この時ポイントは呼吸をですね、ゆっくり吐いていきます。吐いていって、お腹の空気をフーッと抜いていきます。抜いていって限りなく抜いていって、骨盤を小さくしていく感じ。これで固定をしていくと、本来あった骨盤がちょっと締まった状態でキープしてくれます。なので骨盤がちょっと少し動いてくれるんだけども、そんな、今回の矯正法をセルフでやっていこうと思っておりますので、ですね、やっていきましょう。さあ、実際一緒に、ね、90秒間やっていきますので、どんぐらいね、ちっちゃくなるかぜひ、ね、やっていきましょう。ではいきます。3、2、1、スタート。で、息を吸って吐いて、そう、吸って吐いて、そう、お腹の空気をね、抜いていく感じで、吸って吐いて、お腹が苦しいみたいなのね、押しまってる中のね、吸って吐いて、そう、ギュッとね、お腹をかけて、お腹の空気を、ね、抜いていく感じ。吐きます。吐きます。で、吐きます。吐きます。はい、で、吐きます。吐きます。吐きます。60秒、吐きます。はい、 OK です。これで OK です。じゃあ早速測っていきましょう。はい、多分ですね、結構体幹でもね、締まってる感じがします。先
先ほどが 89.5 でしたね。先ほどが 89.5 ここですね。おー、多分ね、結構いってますね。はい、今現在が87です。はい、87。なので合計 2.5 センチ落ちました。素晴らしい。はい、結構ね、本当思った以上にこれね落ちるんですけども、全然きつくなくて、まあ多少上がしんどいけど、結構ね意外とこれ締まるんですよ。で本当にね、こうみんなってこうお腹の膨らみとか脂肪ね、ふーっと膨らんじゃってお腹パンって出ちゃってね、骨盤が広がってくるんだけども、まあ出産後とか、まあ一回ね、一回太ってお腹が大きくなって骨盤がね広がったって人はね、ぜひおすすめなんで、ぜひねこれを試してトライしてみてください。はい、ということでお疲れ様でした。こんな感じでやっていくとどんどん、ね、骨盤が締まっていきますの で、これも癖です。癖を残していかないと大体ね、2週間から4週間ぐらいね、これ癖が残りますので、ぜひね皆さん諦めずに毎日やっていって、できれば1日90秒から3分間で5分間やっていくともね、全然問題ないので、3分から5分間ぜひトライしてみるともっと効果が出ますので、トライしてみて、ここから僕ら1週間チャレンジやっていきますので、1週間で何センチ骨盤が締まるのか、これもね僕ら検証してやっていきますので、楽しみにお待ちください。そして今回ですね、このお伝えしたこの骨盤にする運動なんですけども、今回そのやった方法プラスアルファで、骨盤の内側の筋肉、骨盤をね後ろに倒す筋肉実はあります。で骨盤が後ろに倒れると実はね、骨盤で勝手に横に広がっていくんですね。なので今回骨盤を後ろに倒す筋肉、これ大腰筋に筋肉がありまして、この大腰筋が固まっちゃってる人はなかなかこれが締まってくれません。そんな大腰筋を自分で緩める方法に実はあります。自分で緩めるともっとね、この今回の骨盤にする運動がもっと早くね大きく効果出ますので、ぜひねもっともっと効果出したい人はちょっとねレベルアップした大腰筋ストレッチ、ぜひねこれを紹介しますので、ね、下の概要欄から今回はね川島ビオジック限定で公開しますので、ぜひ、ね、チェックしてみてください。はい、という感じでぜひね、Twitter、Instagram のチェックの方よろしくお願いします。そして、もしくびれ整体とかね、こういったお尻痩せとかね、骨盤周りをこうちっちゃくするね整体を受けてみたい人はね、宮崎店と東京店でね店舗がありますので、ぜひ、ね、チェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。